しょ。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。見に来てくださり。ちょっと準備中って書いとこう。準備中。さあということで、今日はですね、公演が一公演目終わり、このあと夜公演を迎えるところであります、ちょっとメイクを直しながら配信していきますね。頑張ります。ちょっと顔色がない。お昼もねコールしてくださったりありがとうございます。お腹空いてない。ちょっとねご飯食べましたよ。なんかあお昼食べきれなかったサンドイッチを食べました。お昼ご飯はサラダ食べたんですけど、夜はですね出口ゆいなちゃんの生誕祭なので、ちょっと今日はなんかゆいなを意識したツインテールツインテールちっちゃちっちゃ、よくくれたの。本当になんかメイクさんが頑張ってね結んでくださりましたちょこーんってなっておりますが、いやーありがたい。ツインテールとは名ばかりの、ちっちゃいちっちゃいちっちゃい。目がお昼と夜公演するとね、目を患ってはないんですけど、目の調子がめっちゃ悪くて、なんか毎日目バチコみたいな感じの目の状態なんでこんなポップに言うことじゃないです。毎日目バチコなんで、ちょっと目が痛くなっちゃうのがだけがね難点なんですけど、でも夜声も盛り上げて頑張ろうと思います。でこれもお気に入りのメイク道具バチコ。なんかね病院行けてないから、もう本当に2週間ぐらいずっとなんかあちこちに目バチコの卵が転移しながら、っていうか明日髪の毛を切る予定なんで、もう今一番長いうちにちょっとくくったりなんかしとこうかなと思って、今日はこの髪型にしました。ウキウキメバチコ。眼科に行こう、眼科に行こう。今の何の歌か分かりますか？山へ行こうの替え歌でした山へ行こうみたいな曲があったような気がします。本当は今日の髪型コーンローにしたかったんですけど、ちょっと時間がかかってできないみたいなので、やめました。自分の生誕祭でコーンローに挑戦しようと思います。てっぺんラジオ聞いてるよ、ありがとうございます。今日の夜もてっぺんラジオあるのでぜひ聞いてください。もう本当にね体力って本当にもうどんどんなくなっていくなって実感します。多分これでも人並みよりは全然ある方だと思うんですけど、まあ運動もしてるし、にしても多分ね公演のハードさも増していってるんですよね年々。公演もハードになっていくし体力も落ちていくし困ったもんです。
全然多分めっちゃ体力あるんやと思うんですけど。いやこの配信が終わったらドーナツを食べちゃおうかなと思います。短距離走タイプですか？短距離タイプですね。長距離はめっちゃ嫌い、もう長距離はめっちゃ嫌い、長距離はめっちゃ嫌い。もう大事なことなので3回も言いました。いや長距離好きな方がいたら本当に申し訳ないなと思うんですけど、苦手なんですよね。なんか陸上部だったから走ることも多かったんですけど、もう長距離だけは本当に苦手で。そうダメですね長距離は。散歩は大好き、歩くのはめっちゃ歩く、めっちゃ歩く。全然あのなんか30分とかなら電車乗らずに普段でも歩くし、散歩とか行ったらもう何時間でも歩きます。短距離もね早かったんですけど、もう遅くなっちゃったかな、走ってないから。でも私陸上部だったんですけど、中学校の時あんまり長距離を走ることがなくって、走る機会がなくて、なんかあのどっちかというとあの円盤投げをしてたので、筋トレもそんなしてないんやけど、まあそういうのが多かったかな。だったから長距離も頑張ることもなくやってきました。どんぐらいだったんやろ。でも学年が何百人、何いたんやろ、100何人とかいる中で男女合わせて100何人とか、あもっといたっけな、ちょっと忘れましたけど、で30位ぐらいでした。長距離走はマラソン大会とかは30位ぐらい、ぼちぼちかな。運動会とか体育祭、中学の体育祭とかのリレーはクラスのアンカーみたいな感じのタイプでした。意外よね、意外なのか知らんけど、運動ができないキャラみたいになってるんですけど、できるんですよね本気出せば。っていうかなんか練習すれば、練習すればできる。いやなんか本当に元という元々は運動できないんですけど、できないのが腹立たしくて悔しかったから運動部に入って運動できるようになったから、まあ、元は苦手なところがちょっと出たりもするけど、でもねなんかメンバーに言われるのはなんかメンバーも分かってるからそういろいろいいんですけど、ちょっとなんか他の人に言われると普通にムッとしますね。もう走れなくなったからなんか運動したいなとは思うんですけど、長距離以外ではやりたいですね。いろいろ やってみたいのは、でもボール投げるのとかはそんなに得意じゃなくて、なんかね軽くて投げれないんよね球が。水泳は得意じゃないけど8年ぐらい9年ぐらい習ってたな。何年 ?7年ぐらいか。2キロの球なら投げれるんですけど、あのなんか野球ボールとかちょっと軽くて
肩壊しそうになる、軽すぎて。ドッジボールもなんかボールが軽すぎて投げ、もうや投げれない。軽い球はね嫌いです。2キロの球を投げ合うとかなら勝てそう。2キロの球を投げ合う、デスゲームやん、ドッジボール怖。それはちょっとやだな。砲丸投げが 2.72 キロなんですよ、中学生は。で高校生から4キロになるんですけど、女子は。私 2.7 でしかほとんどやってないんで、だからそう、その方が助かる。なんかね、こうなんやろ、そもそも砲丸投げって別に投げないから、こうやって投げるわけじゃないんですよ、そんな人は肩壊すから。だからあんまりね、ボールの投げ方もちょっとよく分かんなくて、運動はやればできるけど、やらないとできない感じですね。砲丸投げって押すんですよ、砲丸押しみたいな、砲丸押し、押して投げるから、そうそう、押し出す感じだからね、こういう感じで。今なんか最近砲丸投げがしたすぎて夢に見るときある。なんかあの夢の中で砲丸を投げてる夢を見たりとか、またやりたいなって。今やったら多分全然さ、全然投げれなくなっててしょんぼりすると思うんですけど、でもやってみたいなって、今やりたいなって思いますね。どっかできるとこないのかな、砲丸投げ。砲丸投げっぱなし、あの野球ちゃうちゃうちゃう、ゴルフの打ちっぱなしみたいな感じでね、砲丸投げしたいな。ないんですよね、なんか結構競技場とか陸上の競技場で場所を借りれるところはあるんですけど、なんか砲丸とかの場所は無理ですとかで、砲丸自体を買わなきゃ、買って持ってこなきゃいけないとかが多くて、で結構高いんですよ、それが。そう、昔企画で円盤投げをさせてもらった時はわざわざ円盤を1万円ぐらいで買ってくださって、あ、はい、ありがとうございます。でそれもなんかもういらないんであげますみたいな感じでもらって、今私のうちの押し入れにずっと円盤が直されてるんですけど、ボーリングとかも、確かにボーリングもいいですね。ボーリングしたいな。2000円で売ってるんやん。持ち込もうかな、砲丸を。企画持ち込みとかじゃなくて球持ち込みで。やり投げもしてましたよ。ハンマー投げはねちょっと難しくて、ちゃんとやる前に NMB に入ったんで。そう、中学生ってハンマー投げないんですよ。高校生からで、ないってことはないか、どうやったかな。ハンマー投げとやり投げはあんまりなくて、中学生は。高校1年の夏ぐらいまでしか部活に行ってないので。高校も陸上部入ったんですけど、高校の陸上部はめっちゃ走らなきゃいけなくて、それが嫌であんま後半部活行ってなかったな。ないよね。なんかやっぱ見に来たよ、うん、そうね、ハンマー投げってめっちゃ難しいんよ。なんか自分も回りながらハンマーも回して、あれすごいことなって。あれだけはちょっと、あと重たい、めっちゃ本当に重たい。でも陸上部やってた時は、まあ、短距離ももちろん出てたし、 100m 走とかもたまに出たりしてたし、あと走り幅跳びとかもちょっとやったことあります。 50m 走何秒だったの？
7秒台、7秒中盤ぐらいでした。走り幅跳びもやったし、走り高跳びもちょっとなんか遊びでやったぐらいかな。走り高跳び、あとなんかあったかな。陸上競技、長距離だけは出たことないけど、駅伝は走らされたことある。人数合わせで駅伝走ってもマジでしんきつかった、うん、ねえ、いろいろやりました、陸上部の時は。そう、まあ、いろいろやっただけで全然何の結果もそんな他のやつは残してないですけど、趣味ぐらいでなんか遊び で出たぐらいなんで、試合でもあれですけど、でも楽しい、運動好きなんよね、こう結構。あら、じゃあちょっとそろそろお着替えの時間なので、13位からランキング読ませてもらいます。13位、ピロピロおじちゃん12位ゆうじろうさん、11位チキンナンバさん、10位スーパーノバさん、9位のぶ太郎さん、8位シンシグさん、7位カシオレさん、6位ホトさん、5位ニクバスさん、4位神戸のクロさん、3位ルキさん、2位犬の気持ちさん、1位マサキさん。みんなの一番好きなスポーツは何ですか？私の今一番やりたいスポーツは砲丸投げです。赤ポンこと阿部あかなでしたこのあと18時からチーム M 恋を突然やってくる公演ありますので、ぜひぜひまた来てください。またこの配信もね、見に来てください。それでは夜公演頑張っていきます。バイバーイ。